こんなとこ来てねえか。おいおい、随分荒れてるじゃないか。一体どうしたんだよ、霊夢。いやさ、最近本格的にブラックホワイトの図鑑埋めを始めたんだけど、この世代は新しく登場したポケモンの数が多すぎて、未だに全てのポケモンの入手方法を把握しきれてないのよ。それに中には手に入れるのが難しいポケモンもいるだろうから、あらかじめそのあたりの条件を把握してから取り掛かりたいなと思って。なんだそういうことか、それならお安い御用だぜ。じゃあ今回は、ブラックホワイトで新しく登場したポケモンの中から、入手困難なポケモンを7匹ランキング形式で紹介していくぜ。やったー、さすがマリサ、頼りになるわ。それじゃ早速行ってみよう。まず第7位はコアルヒーだぜ。水、飛行タイプだからルビサファのペリッパーのように、使用頻度の高い秘伝技、空を飛ぶと波乗りを両方覚えることができるポケモンなんだけど、入手方法が特殊で見つけるのが大変なんだよな。ああ、そういえば図鑑に表示される生息地には草むらがなくて、戸惑ったんだよね。そう、生息地は子供への跳ね橋のみなんだけど、そこでコアルヒーと遭遇するためには、橋に映る影に触れる必要があるんだよ。これも以前の動画で紹介してくれた特殊エンカウントの一種なのよね。揺れる草むらや水上の泡は見るからに違和感があるから気づけるんだけど、この影は最初はただの演出の一部だと思ってたから盲点だったわ。ちなみにこの影からはコアルヒーの他にステータスの基礎ポイントを上げてくれる羽も手に入るんだぜ。それからコアルヒーはレベル35でスワンナへと進化するんだけど、このスワンナも同様の手段で野生で手に入れることもできるんだよ。スワンナも野生で手に入ったんだ。それは知らなかったわ。どこで出てくるの？ワンダーブリッジの影からの出現だな。スワンナは素早さの種族値が平均以上で、攻撃と特攻も平均程度はあるから技も広く使うことができるし、器用な秘伝要因としてそのまま旅のお供にするのもありだと思うぜ。もちろん便利さも大事だけど、個人的には単純に見た目が美しくて好きなのよね。たとえ種族値のバランスが冒険向きじゃなかったとしても、一度は旅場に入れて冒険したくなるわ。続いて第6位はシンボラーだぜ。ナスカの地上絵がそのまま飛び出したかのような見た目で、あのエヌモライモンシティでの戦闘時に使用していたポケモンだな。初めて見た時はついにアンノーンの進化系が実装されたかと思ったわ。この子は私も手に入れたことがあったけど、確かに捕まえるのが大変だった気がするわね。シンボラーは4番道路の奥にある、リゾートデザートという砂漠地帯のゲート内のエリアでのみ出現するんだけど、まずはその出現率が 10% と低めなんだよな。でもこれまでに過去の動画で 5% やら 1% のポケモンを何匹も紹介してるし、今さら 10% くらいで驚かなくなったわ。なんだと？たくましくなったもんだぜ。ただもちろんシンボラーを入手困難とする理由はそれだけじゃなく、この砂漠エリアは常に砂嵐が吹き荒れているから、当然戦闘中の天候も砂嵐となるんだ。そんな中、特性マジックガードを持った個体だった場合、その天候ダメージが無効となるんだよ。あ、そうそう、こっちばっかり砂嵐のダメージを食らい続けることになるから、とにかく早く捕獲しちゃいたいんだよね。ところがシンボラーは無進化ポケモンなだけあって、捕まえやすさを表す捕捉率も45とかなり低めに設定されてるんだよな。初回遭遇時にスーパーボールを投げても投げても全然捕まらなくて、結局捕獲するまで捕まえられなかったのはそのせいだったんだ。ちなみに捕獲さえできれば、特攻の種族値が高く素早さも平均以上あるから、特殊技で固めれば旅パでも活用できるポケモンなんだぜ。続いて第5位はフリージオだぜ。雪の結晶のような形をしていて、石化ジムのジムリーダー破竹も使用するポケモンだな。氷タイプで顔のみの姿だから若干鬼氷と被るのよ。そういえば野生ではほとんど見かけなかったかも。っていうか見たことないまであるわ。フリージオは石化シティの西にあるネジ山に出現し、季節によって出現率が変わるんだけど、冬以外はなんとたったの 1% しかないんだぜ。出たー、金銀のマリルやルビサファのアメ玉みたいに、各作品に 1% 枠が何匹かいるけど、フリージオはブラックホワイトでのその枠の1匹だったんだ。ただフリージオの場合は大量発生対象じゃないから、自力で探し出すしかないんだよ。一応冬なら出現率が 5% まで上がるから。捕まえようと思ったタイミングが冬だと多少見つけるのが楽にはなるな。氷タイプのポケモンだから冬の出現率が高めなのかな。クマシュンも同じように冬によく見かけたもんね。フリージオは気温が高いと水蒸気になってしまうから、夏になると一斉に姿を消すらしいぜ。ちなみに水蒸気になったからって死んでしまったわけではなく、気温が低くなればまた元の形に戻るみたいなんだ。へえ、フリージオのことをそこまで調べたことがなかったから、それは初めて知ったわ。ところでフリージオはシンボラーみたいに捕捉率が低かったりはしないの？よくぞ聞いてくれたな。なんとフリージオの捕捉率はシンボラーよりもさらに低く、25しかないんだよ。ちなみにこれは伝説や幻ポケモンを除くと、ブラックホワイトで新しく登場したポケモンの中ではウルガモスに次ぐ2番目の低さなんだぜ。めちゃくちゃ低いじゃん。出現率も捕捉率も単純にシンボラーの上位版って感じで、捕まえるのがかなり大変そうね。フリージオは冬に探すことにしよっと。
続いて第4位はサザンドラだぜ。言わずと知れた600族のポケモンで、ラスボスゲイチスのエースポケモンとしてもおなじみだよな。もう見るからに強そうで、誰もが一度は手に入れようとしたんじゃないかってくらい迫力あるポケモンだよね。私は600族の中ではサザンドラが一番好きだな。見た目がかっこよすぎるんよ。ところでサザンドラの進化前のモノズは、チャンピオンロードで普通に出てきてた気がするけど、入手困難とはこれ以下に。その理由はめちゃくちゃシンプルで、単純に育成に時間がかかりすぎるって点だぜ。やっぱりか、ブラックホワイトはサザンドラ以外にも進化レベルが遅いポケモンが多いことで有名だもんね。ああ、モノズからジヘッドへの進化の時点でレベル50だからな。攻撃面も耐久面も心もとないモノズをレベル50まで育てるのはかなり骨が折れる作業になるんだよ。レベル50って言ったら同じ600族のボーマンダの最終進化レベルと同じなんだぜ。そう聞くとどれだけ異常かがわかるわ。海流やバンギラスでもレベル55で最終進化できてたし、それに対してジヘッドがサザンドラへ進化するレベルは64なんだけど、これは現在までの全てのポケモンの中でダントツの遅さなんだよな。かっこいいし強そうだから手に入れたくなるけど、育てるのが大変すぎるっていうのは辛いな。そういえばゲイチスのサザンドラはなぜかレベル54だったけど、あれは正規の方法で手に入れたってわけじゃなさそうよね。ちょっと羨ましい。こらこら、ゲイチスはポケモンへの愛情がないキャラでおなじみだからな。そのあたり何かよからぬ手を使ったのかも。霊夢は悪に手を染めるんじゃないぞ。そうだったわ。危ない危ない、うん。続いて第3位は、シュバルゴとアギルダーだぜ。どちらも虫タイプを持つポケモンで、シュバルゴは攻撃、アギルダーは素早さが高いのが特徴だな。虫ポケモンはどの世代でもほとんど育ててこなかったから、この2匹の入手方法もいまいち理解できてないんだけど、どんな理由で手に入れるのが難しかったの？この2匹はカブルモ、ジョボマキから進化するんだけど、その進化方法があまりにも独特すぎてな。それがカブルモとジョボマキを通信交換すると同時進化する、というものだったんだよ。交換相手のポケモンが指定されての通信交換はさすがに気づけないわ。なるほど。今回は進化方法が初見殺しすぎての入手困難って話ね。そうだな。進化前のチョボマキは石化していや石化の出現、カブルモは6番道路や11番道路で普通に出現するから捕獲自体が難しいってわけではないな。それにしてもこれ普通の通信交換とは違って、相手に指定のポケモンを用意してもらわないといけないから、交換自体も地味にハードルが高そうよね。シュバルゴが欲しいからチョボマキ用意してね。なんて虫がいいことなかなか言いにくいし、虫だけにね。まあそこはさすがにこっちで2匹とも用意して、通信交換だけ手伝ってもらう形にした方がいいだろうな。とまあそんな感じで、他とは少し違った理由でのランクインだったぜ。これはこの2匹特有の理由だし、ブラックホワイトの入手困難を語る上では無視できない要素だったと思うわ。無視だけに。続いて第2位はウルガモスだぜ。入手方法があまりにも伝説ポケモンっぽいことから、純伝説詐欺なんて言われることもあるポケモンだな。え？ウルガモスって伝説ポケモンじゃないの？いやまあそう思うのも無理はないぜ。なんせウルガモスは、ストーリークリア後の古代の城の最奥部に固定シンボルとして出現し、レベルもクリア後の伝説系によくある70での登場だからな。もう思い切り伝説の立ち振る舞いなんよ。あれ？待ってマリサ。ってことはダイパのヒードランも実は伝説じゃなかったり？あ、いや、ヒードランはちゃんと伝説ポケモンだぞ。同じような立ち位置に見えるけどそっちは伝説なんだ。それで？ウルガモスが入手困難な理由はやっぱり古代の城の攻略とか？ああ、それも一つの要素ではあるぜ。まずストーリーでも攻略する必要があった地下5階までは、正解の勇者を探しつつ少しずつ何度も挑戦しながら進むことになるもんな。そうそう、これまでの悪の組織のアジトにあるワークパネルに似た感覚だったよね。そしてクリア後に行けるようになる最下層の地下6階も、同じような部屋が連続するややこしい構造になってたんだよな。こっちはダイパにあった戻りの洞窟を思わせる作りだったよね。ただ古代の城は入り口に戻されたりはしないから、戻りの洞窟と比べればまだマシだったんだけど、そしてそうやってウルガモスを発見することができても、捕獲作業がまた困難になってくるんだよ。フリージオの紹介の際にも少し触れた通り、ウルガモスの捕捉率は伝説や幻ポケモンを除くと、ブラックホワイトで新しく登場したポケモンの中で最も低い15に設定されているんだよな。そういう捕捉率の低さも伝説っぽさに繋がってるのかもね。ちなみにウルガモスの入手方法は古代の城で捕獲する以外にもう一つあって、18番道路の家にいるトレジャーハンターに話しかけると、進化前のメラルバの卵がもらえるんだ。18番道路だったら波乗りが使えるようになればクリア前でも行くことができるし、古代の城を攻略するよりこっちの方が簡単にウルガモスが手に入ったり。いや、それがそんな簡単な話でもなくて、メラルバがウルガモスへと進化するのはレベル59とかなり高レベルな上に、メラルバ自体の種族値も軒並み低いから育成がかなり大変になるんだ。モノズをレベル50まで育てるのも大変だったけど、それを上回る苦難が待ち受けてそうだわ。どっちが楽とも言えなそうね。さ
せ、栄えある第1位はランドロスだぜ。こっちは言わずと知れた本物の純伝説ポケモンだな。ランドロスってトルネロスとボルトロスの両方を持ってないと手に入らなかったよね。当時はネットで調べて出現条件は知ってた気がするけど、ボルトロスしか手に入れることができなくて積んでたのよね。霊夢は当時ホワイトで遊んでたのか。トルネロスはブラック限定での出現だったもんな。そして今霊夢が言った通り、ランドロスはトルネロスとボルトロスの両方を手持ちに入れた状態で、14番道路から繋がる北条の社へ行くと、固定シンボルとして出現するようになるポケモンなんだ。ボルトロスは徘徊系ってこともあって捕まえるのが大変だったのよね。まあそれでも居場所の目印となる、暴風や雷雨の天候情報が各地のゲートの電光掲示板に表示されたり、時間帯によって出現するエリアが限定されていたりしたから、過去作の徘徊系と比べるとだいぶ見つけやすくはなってたんだけどな。それはそうかも。とはいえランドロスを手に入れるには2匹とも必要になるわけだし、各ソフトでこの作業をしないといけないって考えたらやっぱり大変よね。それに何より私みたいに当時は片方のソフトしか持っていなかった上に、周りもブラックホワイトをやっていなかったって人はもはや無理ゲーだし、一応その救済措置として2011年12月から2012年1月の間に限って、任天堂ゾーンなどの Wi-Fi コネクションのアクセスポイント周辺でブラックにはボルトロスが、ホワイトにはトルネロスが配布されてたんだぜ。え？そうだったの？それは知らなかったわ。もちろん Wi-Fi 環境さえあれば自宅でも受け取ることはできたしな。それなら当時困ってた人もボルトロスを手に入れるチャンスはあったんだ。ああ、私も手に入れたかったな。今は両方のソフトを持ってることだし、これから捕まえればいいじゃないか。それもそっか、2本とも進めないといけないから根気のいる作業にはなるだろうけど、せっかく教えてもらったことだし頑張ってみよっと。さて、ここまで7匹の入手困難なポケモンを紹介してきたけどどうだったかな？シュバルゴやアギルダー、コアルヒーみたいに、今までになかった特殊な条件で手に入る初見殺しなポケモンがいたり、単純に進化レベルが高すぎてレベル上げが困難っていうポケモンがいたりと、新しい知識が増えたのと同時に、これがブラックホワイトっぽさなんだよねっていうのを実感できたわ。ルビサファやダイパのミロカロスみたいに、超絶入手困難って感じのポケモンはいないけど、その中でもやっぱり手に入れにくいポケモンはいるからな。ミロカロスといえば、特殊エンカウントの動画でも紹介してたように、今作では野生で釣り上げることができるようになったから、ついに美しくないミロカロスが存在できるようになった。節目の作品でもあるわね。いや、なんか複雑するというわけで、このチャンネルでは他にもポケモンシリーズの魅力をランキングやまとめ動画にして投稿してるから、よければもう一本見ていってほしいな。他にも X で動画テーマのリクエストも受け付けてるから、概要欄のリンクからどしどしお願いします。それじゃまた次の動画で会おうぜ。ご視聴ありがとうございました。